はい、こんにちは、コノです。はい、こんにちは、コンコロガシです。シムです、お願いします。はい、ということで今回はなんとフンさんが後ろの側に出てくれる、しかもなんかわざわざマイクを買って出てくださるということで、今超話題のフンコロガシさんにお越しいただきました。シンゴはちょっとサポートで来てもらってます。お願いします。お願いします。お願いします。まずフンさんの一番私が個人的に気になってることを聞きたいんですけど、はい、フンコロガシって名前は本当にいいのかっていう、今までラムーチョタコはさ、はい、フンコロガシっていう自分の好きも合わせて、なんかどういう気持ちなんだろうみたいなのが結構でかくて、自分の中でコロコロ変えられて今の気持ちというか、全然キャラ付けもタコワサの時はできてなくて、そう、そうだよね、うん、今の方が逆に素でやりやすいみたいな、まあやりやすいっちゃやりやすい、はい、あのうごうごとか言ってるのはどういうあれなんですか？あの最初動物組の VC で落ちる時に、はいはい、あの普通 O2 って書くじゃないですか、オツっていう風に、なんかそれじゃなんかちょっと物足りないなって思って、で、うん、ごっこっていう風に言う、はい、して、はい、なんかおつんごみたいなのからどんどんこうでかくなってって、はい、今のあれがなんか急に出てきたっていう感じ。もともと動物組のノリをもう前面に出してるみたいな感じになったんだ、じゃあ、はい、はい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 、あ、納得、はいはい。あとなんか妖卒っていうのがなぜか今更バレたじゃないですか。はい、それはなんか言ってない内容とかって聞いてもいいんですか？いや全然いいですよ。妖卒っていうかあの、はいはい、2年生から言ってないんですけど、小学校6年生は行ったんですよ、はいはい、飛び級みたいなことになってんな、はい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 、もうおもろいな、はい、はい、でまた中学校から、まあ、一切行ってないと。ああ、はい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 、まあ気分次第ですよね。もう気づいたらこういう風になってたっていう。日本人、はい、動物組多いよな、結構マジでこういうの、はい、普通に通ってる人の人数の方が少ないんで。確かに新語が、まあ、なんか割りかしちゃんと言ってる少数派だもんね。そうですね。あと、まあ、新規の空城ミニオンぐらい、うん、少な、少な、本当にそんな感じなのか、はい、であれ私はっきりなんか妖卒のイメージの方が先行してて、誰と一緒とか年齢どれぐらいなのかお聞きしてもいいですか？もうワンさんとか何時さんと一緒の世代です。15歳です、今。あー、はいはい、意外と行ってた、なんか妖卒のイメージが強いから、はい、中学校も行ってないって言ったから、なんかそこら辺の年齢帯なのかと思ってた。ちょっと言語が特殊だから年齢を想定できなくて、はい、あれ今音声途切れちゃったな、私だけか、ま、いや多分誰も今喋ってなかったので。あ、嘘、はい、あ、オッケー、そっか、はい、全然大丈夫、はい、あの、はい、フェイさんはめっちゃ緊張してます、先に言うと、はい、めっちゃ緊張しているので、あのシンゴさんに来ていただいてます。始まる前からもうなんか喋れないかもみたいな DM がめちゃくちゃ超可愛いな。でもなんかこうちょっと気になるのは、なんかわざわざちょっとこの撮影のためになんか買ってくださったんですよ、フンさん実は、はい。で、動物食いでも初めて話したってなると、いや、何回か、そんなことは何回かスマホとかで、そうですね、そう、そうなんだ、それで喋ってて、うんうんうん、でも実際フンさんと話すのも 2,3 回目とんでもないか、もうちょいあるかなぐらい。動物食いって結構話さないよね。そうですね、夜はだいたいみんな黙るんであ、そうか、みんな親がいるから黙るのか、しかもうるさいとあれだからそうだからマイクラで暴れがちなのか、逆に一周回って、あ、それもあるかもしれない動物組にフンさんはどういう立ち位置みたいなのをちょっと聞いてみたいです。フンさんはでももう動画のまんまっていうか、うん、まあ、まんま、うんうんごうんうんごうごう言って川もんですね、最近だと。あ、出た、川もん出た、はいはいカバをめっちゃ好きだけど、なんなのあれは。かわいい、わかる、もんがわからない。いや、かわいいもんっていう、かわいいもんを見せてくれっていう風によく宣伝って、あの、なんでしょう、サーバーの表示名みたいなのを変更するときに、
可愛いもん見せてくれだとちょっと長くなっちゃうんで、はいはい、ところごところ切ろうかなと思って、そしたら川も見せてくれっていう風になってあれ、はい、流行語大賞今年もあったら全然候補だよな、マジで。川もあふんさんはそうだ、ゴジリクラフトとかっていつから見始めてみたいな感じなんですか？どんくらいでしょうね、なんかそのゴジリクラフトからなのか、 2,3 年前ぐらいから見てます。一気に来とか、いや、あ、まあ、それよりあったかな、結構最近、ちょっと最近じゃないですか、ね、まあ神クラ、バンクラかな、あ、 2,3 年前だとそうか、異世界とかまだピンときてなさそうだな。あのなんか普通の50人クラフトってあったじゃないですか。はい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 、あれあれのあそこぐらいからかもしれないです。あの普通の50人クラフト、あの無印のやつ、無印の、はい、はい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 、ね、ふんさんだと建築できますよね。いやまあはい、いや、全然、はい、もともと建築採用、もともとそうだよね、ラブーチョの時は建築採用で入りましたね。建築的には何が得意ってありますか？なんかいろいろジャンルあるよね、建築って。全然中途半端なものしかできないで、はい、謙虚、いや謙虚だって。和風って言ってなかった？いや、和風は最近ちょっと、何でしょう、あ、作る人多いよね今の50人クラフトって、はい、正直和風元がね建国の人多いから、はい、和風が一応得意だけど、得意というかなんか、まあ、よく作ってたみたいな、はい、はいはいはい、ゲーム的にはもうだからマインクラ一番やってたのかな。あんまり FPS とかやってるイメージ動物組自体になくて、最近フンさんにバロラント教えてます。あ、出た、あ、そうだ、バロラントだ。ああのピンタローだっけ、ツイッターに多分スパイクと、スパイクだっけかな、あのバロラントやってる人しか分かんないんですけど、相和の離婚をあの目の前に打つっていうことをやっててそれがちょっと50回ほどの間に今ちょっと話題、今回まで FPS をまだやったことがなかった。そうなんだ、フォトナとかも、フォートナイトとかももうほとんどやった覚えがない。マイクラオンリー、マイクラとか、あとはなんかスイッチとかにあるなんか牧場物語とか、はい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 、のどかな、はい、のどかな、そういう系をやってたんだ。はい、あ、珍しい、確かに珍しいかもな、ゴジリクラフトって FPS、 ペニガキみたいな、フォトナ大好きキッズが迷い込むみたいなイメージあるけど、まあ、そっか、スーさんがゴジリクラフト参加で見てた中で、はい、こう好きだった人みたいなのがいればそれも聞きたいです。なんでしょう、入る前とかだったら、うんうん、ユッキーさんとか好きでした、ね、もうカワモンなんで。いや、牧場物語の羊めちゃくちゃ燃やしてるけど、あいつ、それはそれで、あの入る前だったらもう戻ってきてユッキーがサーバーにいると、なんかユッキーいるユッキーいるみたいにずっとチャットで。そんなに好き？いや好きそうやなえ、よかった、よかったね。じゃあ最近めっちゃ戻ってきて。最近も楽しいです。すごい、もう。あ、よかった。戻ってきて、量が取れててどう思った？あれはあれで。いや、もう、ちょっと悲しいです。素直だ、素直だ。あれはあれでちょっと悲しいな、みたいな。はい。そっか、ふさん、ふさんおもろいな、マジで。入ってみて、ゴジリクラフトに。なんか逆に、入ってびっくりしたこととかありました？もう即タコワサに変えられてみたいな。入る前と入った後で印象変わったみたいなことです、うんうん、そんな感じ。そう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 。なんでしょう、意外とこいつがこうだみたいな。なんでしょう、今まで僕実理性だったんですけれども、はい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 、動物組に入れてもらって、うんうん、でそっからキャラ付けができるみたいな。あ、うん、大丈夫ですかね、こういうことでも。あ、全然全然全然いや、なんかサバイバルでやるネタの内容とかも、うんうん、まあ、こういう風に考えてるんだとかも、うんうんうん、はい、意外とねネタってしっかりしてないよね。しっかりしてるけど、わかる、なんか動画で見るほどなんか、はい、意外とみんなノリだなっていうのを結構私もそれは思った。入ってなんか台本ガチガチに組むネタよりも、うんうん、なんかちょっと緩めのやつの方がウケたりするね。あ、わかる、すごくわかる。くんさんがいじりやすい方がいいみたいなね。意外となんかチームに入るとわかるね。くんさんっていつ動物組に加入したんですか？そういえば2023年のほんともう年末年始とかですね。あ、そうなんだ。もうタコワさんの時からがっつり、はい、03で
テラサウルス。俺が入った時にはもうサバにいた。え、逆ちょっと待って待って待って逆なんだそこ。サーバーに多分行った気がする。なんかシンゴトムがやっぱなんか一番しっかりしてるイメージだから、そこがメインメンバーなのかなと思ったけど、別にシンゴは初期面とかではなく、むしろ後から加入メンバーなんだ。新規で入って、うんうんうん、そっからまあすぐ動物組入ったんで、まあ確かにそうか、加入時期的には違うか。でもなんかこういろいろなんか姫路城が全然来なかったりだなんだで、あ、そっか、動物組は人生がまだ学生だったりするからいろいろあるからみたいな感じなのかな。来なかったりなんだで、来なかったり、トムも言ってた変動が激しいみたいな感じで、ね、最初なんかフンさんは箱浅だった時なんか、うんうんうん、そのまだ若いっていうか年齢若いってのは知ってたんですけど、はいはいはい、全然要卒とか何も自分からは言わなかったからいやまあ確かにそうで、タコワサって自己開示しちゃダメだもんね、そもそもね。でも本当に要卒って知ったのも自分も最近っていうか、なんかいろいろなんかそのふんころがしになる直前ぐらいに一気に情報がブワーって出てきて、自分もなんか怖くなってきたんですよ。なんか全然キャラ付けができてないなと思って、うんうんうん、もうどんどん開示してってた方がいいかなと思って、うんうんうん、でもう今に至るって感じです。あ、はい、すごいちゃんとちゃんと50人クラフトやる上でキャラ付けとかちゃんと意識してるのめちゃくちゃ偉いな。多分田辺とか何も考えてないと思う、正直。ふんさんマジで熱意ありますね。熱意あるね、これはめちゃくちゃ熱意ある、すごいね。いやなんかもちろん何も考えてないんで、ただ発言してるっても全然あると思うんだけど、結構しっかり自分の中で、すごいね、そっからガッと今まで行ったのがすごいな、めちゃくちゃ。動物組自体が熱意あるもんね、あとね、ネタ結構やってるもんね、まあ、ネタは頑張ろうみたいな。偉い、めっちゃ偉いな。こうふんさんもネタの台本を意欲的に考えてくれるんで、うんうんうん、動物組としても助かってます。うんうんうん、なんかネタの流れみたいなのを作って、はいはいはい、それをまず送るんですよ。これでどうですかみたいな感じで、うんうんうん、でそれが良かったら、まあ、台本作ったりなんか、うん、ふんごに変えたりとかして、うんうん、ふんごちゃんとふんごに、あ、そっからあの添削するんだ、うんうん、はい、すごいな、ちゃんとマジで熱意がある。ふんさん本当に熱意すごいです、うん、結構動物組でもトップクラスの熱意の持ち主。はいはいはい、全然ですよ、あの全然ですよ、わかんない、全然自覚はしてないです。でも音源とかめちゃくちゃ並ぶしね、ふんさんちゃんと熱意がある、本当にって思う。まあ、うん、全然音源とかも今まで並べてなかったんで、もうあれで、うん、文字がやっぱり文章力全然あ、それはちゃんと本当なんだ。はい、その本当に今日一番元気な入ってたな、しかも、はい、それはもう本当に添削してるんだ、あれ毎回、まあ、してない、はい、してないんでそのまま流す時もあるけど、まあ、みたいな、まあ、目通すって感じですね、まあ、面白かったらそのままやればみたいな。もう、まあうん、とりあえず送られてきたフンさんの送られてきたのを見て、うん、もうあ、いいよって言ってこうそのままハンコをして提出みたいな。うんうん、ハンコもうそのままあれはやってもらってるんだ。ふんさん的に今までマイクラやってきて何が一番楽しいとかありました？面白い、何が好きなんだろう、ふんさん的に。企画だと甲状腺サバイバルいろいろやってきたけど、なんでしょう、特にはないんですけど、ちょっと苦手な企画ならあります苦手な企画、そっちの方が聞きたい、はい、いやもう建築系だとなんかなんで、ちょっと待って、ふんさん建築勢じゃないの？いや、だけども、建築が、うんうん、なんて言えばいいんでしょう。例えば、最近だとなんか、今日出るお墓選手権みたいなやつだと、うんうんうん、自分でも何作ったらいいか分かんなくなっちゃって。うん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 、さらに、あと、その紹介文とか作るじゃないですか。ああ、はい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 、はい。いや、ああいうのとかもなんか、全然できなくて。うんうんうん、あとは何でしょう。いや、そうか、思ったことを形にするのが結構むずいみたいな。はい、ああああ、そっかそっか。意外とそうか、建築はできるけど、いやでもちょっと建築すげえな、ちょっと今ツイッターファーって見てるけどめっちゃすごいけどな、これで建築、普通にめちゃくちゃすごい建築いっぱい作れるのに。
まあでもそうか、まあ、まあ建築お題出されて建築するのとなんか自分で考えて建築するのとまあちょっと違うもんね。それでもまあめっちゃすごい。建築はいつからやってるんですか。これこの感じでだいぶだいぶやってないと無理だよね。僕が初めて300人クラフトに参加ぐらいからしかやってないです、うんうん、え意外とこれも才能ぶっぱぜだった。なんか小さい頃からコツコツとかではなく、まあ、できるなみたいな、はい。マイクラ自体は7年前ぐらいやってるんですけど、うんうん、建築は2022年の4月ぐらい。まだ1年ちょい。え、あ、建築税ってなんか歴代のあれがないとうまくなれないと思ったけど、意外とそんなことない。フンさんみたいな意外とセンスぶっぱでもいける可能性あるってことなんだ。でもあの動物組の右上とかも、うんうん、マジで多分1年ぐらいでなんかえぐい城とか作ってたりするんで、なんか結構やっぱセンスぶっぱでいける人はいけるものなのかもしれない。まあ確かにそう。フンさんもそんな感じだけど、いやだから動物組結構強いなって考えると建築できる人が結構いるよね。でフンさんネタも書いてくれるんでしょ。でもフンさんマジで何でもできるみたいな。確かにマイクラにおいてはちょっと実生活はどうかわからないけどかなり完全無欠な気がする。いやほんと強いっすよ、うん、であとちょっと気になるのが、うん、こう今までスポットライトが正直あんまり当たってこなかったじゃないですか。タコワサだったこともあって、なんかこれそれが今急にガッてくるわけじゃん。急にクンさんにめっちゃ笑ってもらえる、めっちゃ取り上げられるみたいな、でめっちゃサムネにも なりやすくなるみたいな、なんかそこの気持ちの変化ちょっと聞きたいなみたいな。どういう感じなんだろうみたいな。いやスポットライトがいつまで当たるかなみたいな。だよね、すごいわかるよ、はい、逆に不安って感じか今は。はい、はい、もう自分はこんなんでいいんかな。実利税だったらね結構それきついと思うけど、はい、動物組にいる限りは多分大丈夫だと思うよね慎吾、はい、まあまあ、まあ、まあ大丈夫だとは思います。あと来る来ないがやっぱ大事だから。確かに全然フンさんはそれにおいてはあんまり問題なさそうに見えるけど、まあ、フンさん参加毎日ちゃんと参加してるし最初から最後までずっといるんで。まあいなかったら何してるんって結構話になるからな。普通に普通にいなかったら心配になるレベルでいるんで。確かにしばらくは。あとあれですね、あのやっぱりみんなにもスポットライトとかも当てたいんで、なんか自分だけ当たってとか考えちゃいますね、うんうん、自分だけ当たってとかなみたいなことは。そんなことないよね慎吾。私が見てる限りなんかもうフンさんの文章を検索してるだけでおもろいから、あの慎吾とかがそれだけで慎吾にスポットが当たってるってなるよね。しかもうん、そうっすね。なんかまあフンさんのおかげで今動物組結構どうにかなってる感あるんで、かなり上がってると思う。確かにサバイバルもちょうどあったこともあるしね。え、偉い、めっちゃ意識高い、なんかみんなの言葉で考えて。好きなんやな動物組のこともなんか全部が。助けてもらったんで。動物組ってなんか荒らしてる本当にやべえやつの集まりと思ってたけど、フンさんがこんなになんかいい感じに言ってくれるって、まあ本当に仲いい感じなんやろな。友的なんか助けてもらったっていうと どんな感じなの。それもちらっと聞いてもいいですか。あのあれですね、まあ、キャラ付けとかも、あの、うんうん、なんでしょう、添削とかも今までしてもらえなくて、うん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 、まあ確かに添削するまあ普通はしないからね、ま、正直、はいはい、してもらえてなくて、まあはい、まあいいんだけど別に今はしてもらってる、まあ、キャラ付けにすごい手伝ってもらったみたいな。はい、うんうんうん、そうか。どちらかというと、まあ、スポットライトみんな当ててるというよりは今が自分助けてもらってるの方が強いからって感じなのか。はい、フンさん、まあ、本当に謙虚なんで。謙虚だね、めっちゃ。そうか、フン語喋ってるから あんま分かんなかったけど、こんな謙虚なのか。でも本当に謙虚で、うんなんかもう自分が自分がってタイプの、うんうんうん、動物組にすごい私イメージ広かったんだけど、なんかほのかな癒しが灯ってる今完全に。動物組の癒し枠ですからフンさんは。確かに間違いない。誰がメインで荒らしてるんだ。なんかシンゴ見ててもあんま誰がメインで荒らしてるか分かんないんだよな、動物組って。なんかもう一緒になってシンゴも荒らしてる側なんだけど、本来はイメージだけついてるみたいな感じな。はいはいはい、イメージでなんか誰がメインだって、フンさんが荒らしてるとは到底思えないもんだ、こんな感じで。なんかもうイメージがもう勝手に一人歩きしてる感じなのかもしれない。まあ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 、まあ、イメージ、まあ、メンバーシップではだいぶひどかったらしいですけど。メンバーシップも言うてそんなに言うてそんなに、まあでもまあなんかやらかしはちょっとしちゃったけども言うてそんなにみたいな。
言うてそんなにかなっていう、まあまあ、まあ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 場所がメンバーシップだったからみたいなとこもあるかもね。まあちょっともうちょい優しくしとけばよかったですいい話。はいはいはい、そっか。ふんさん今後もその熱意なら多分もっと大きくなっていくと思うのは、本人はね、他にスポットライトとか言ってるかもしれないけど、本当に今世界政府が終わりつつあるんで、マジで台頭するかもな、ふんさんがよりメインとなって。はい、だんだんなんか緊張してきてない。逆じゃない、緊張ほどけるとかだっけ、逆になっちゃってなんか最初の方がなんかちゃんと喋ってた気がするけど、確かに撮影前の方が。じゃここらで一旦やめとくかありがとう、ふんさん。はい、これからも一緒に頑張りましょう。はい、わかりました。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 はい、慎吾もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。